第一副院省の会長第一副委員は1945年12月1日に設置され1946年6月15日に廃止された中央省庁で陸軍省が改組されたものである。後に第二副院省と統合して副院長となった。第一副院省完管制に基づき設置され第一副院省完管制の廃止等に関する直令によって廃止された。 各局長は直人の、各部長は直人または総人の、秘書官は総人の第一副委員官の中からこれを補する。第一副委員書記官は千人一人が定員であった。第一副委員族は千人九十二92名が定員であった。第一副委員大臣の行九1945年12月1日付をもって陸軍省が廃止され、 第一副院省が設置された。第一副院大臣は、第二副院大臣とともに、内閣総理大臣が兼任した。第一副院大臣は、陸軍大臣の所掌した事項であって、副院及びこれに関するものを司った。秘書官には、杉田和嗣がいた。渋原喜十郎12月1日対、吉田茂5月22日から6月15日。 宮崎112月1日の1946年1月16日、陸軍政務次官、原守中将12月1日から12月19日、陸軍時間、光月義雄中将12月19日から1946年6月15日、第17方面軍司令官県庁鮮軍管区、司令官大臣官房は特に次の事務を司った。 史実調査に関する事項在外陸軍部隊の実情調査に関する事項終戦連絡に関する事項であって他の所掌に属しないもの翻訳に関する事項義務に関する事項他の所掌に属しない事項宮崎周一中将12月1日から1946年6月15日参謀本部第一部長 坪島文雄中将12月1日から1946年4月30日、第146師団長総務局は次の事務を司った。所管行政の総合調整に関する事項部外、交渉一般に関する事項軍事工業及び軍需品の整理に関する事項局長には、陸軍省軍務局長の吉住正夫中将が就任。総務課長には、 軍務局軍事課長の荒尾教皇大佐が就任。業務局は次の事務を司った。人事に関する事項福音実施一般に関する、事項運輸及び通信に関する事項旧陸軍省、人事局が中心。局長は陸軍省人事局長のぬかたひろし中将が就任する。1946年3月31日以降は局長を書く。 経理局は次の事務を司さどった。予算、決算、資金、契約及び給与に関する事項会計の監査に、関する事項医療、受品及び営善に関する事項国有財産に、関する事項旧陸軍省経理局がほぼそのまま移行する。旧陸軍省経理局長の森田親さん、主計中将がそのまま局長となる。法務局は次の事務を司さどった。 司法及び刑務に関する事項規律の維持に関する、事項旧陸軍省法務局がほぼそのまま移行する。旧陸軍省法務局長の大山文雄、法務中将がそのまま局長となる。ありがとうございます。